ポン、パンポン。この動画には、以上の要素が含まれています。ご理解の上、視聴してくださいね。よう、毎度どうも、ゆっくりマリサだぜ。毎度、アインです。解説役の達也です。前回クリア後にアデラークを仲間にしたところから続きです。インフィニティアリーナやデュエルで強さはわかりました。今回は探索を再開だぜ。その前に、報酬の箱を開けていきましょうか。レベル1箱とか懐かしいレベルのものだな。ふう。まだクラフトボックスってのもあるけどな。そっちはマスターに昇格したら全開放ですね。で、このレベルバッジ40を使ってアデラークを強化。レベル40のモンスターがレベルアップ時にもらえるアイテムですね。これを使えば、39から40に上げることも可能です。普通のレベルバッジは最高レベルの一つ下までだから。39までしか上げられませんもんね。さてと、そんじゃま本題の探索に向かうか。アデラークさんの加入により、ベルトラーグ戦も星5で終わり。岩石浮遊をできるようになったぜ。こんな感じですか。んじゃま、最初はここだったか。序盤にどうやって通るのかわからない感じの場所でしたね。おお。なるほど、綺麗にはまるもんだな。レベル3ボックス。クラフトボックス。あ、またあげないとなんですね。地味に面倒くさいな。今度は時計があった場所の隣。ベルトラーグがいた場所だから、使えって感じだよな。シフトストーン。ゴールド。ゴールドはかなり使うので助かりますね。よし。次はマグマ行動。お願いします。待つんだアイン。この先には強力な気配を感じる。む。チャンピオン解放後で戦えるチャンピオンか。強そうだな。おお。Sイーグル。とはまた別ですね。グリフォンっぽいけど、燃え盛ってるなぁ。この頃には、すでにアルティメットの切り替え可能なことに気づいており。チャンピオンとデュエルで選ぶようになりましたね。てなわけで、アデラーク加入後に安定したパーティーだ。精霊パーティーで水丸が入ってないので、悲しそうにしてます。あいつは本編で出番多かったから多少はな。お相手はグリフェニックスだそうです。グリフォンにフェニックスか。水弱点じゃなくて土なんだな。向こうは人影なので見た目通りといえばそうですね。グリフォンならともかくとして、フェニックスも混じってるんなら、おそらく復活関連のパッシブはあるんだろうな。ああ、ありそうですね。にしても、相手の属性的に相性悪そうな点も。フィアースカットで大体解決。バフ用のタイプインってのもあるけどな。しかし、警戒してみたものの案外攻撃も普通でしたね。別にこっちが一気に落とされることもないな。炎上は頻繁につけてくるんですけど。正直、そこまで気にならないぜ。これでとどめ。やっぱり復活持ちか。やるだろうとは思ってたので OK です。
ストリー。あっさり星5だったな。お？やけど専用のアクセですね。それ系強化のオーラかパッシブに合わせると面白そうだな。それで、この奥にはスキルポーション。おや？ふむ？なんだこの場所。へぇ、伝説のキーパーですって。ほう、エストードを連れてるのか。エルダージェルヤスツネ、なかなか強敵ですね。なんか後ろにもどんどん石像あるんだな。つまりここは伝説のキーパーとガンガン戦えるって場所ですか。ふむ、にしてもここもなかなかの BGM。 インフィニティと同じでここもアルティメット使ってきますね。アルティメットあるとなかなか油断できんな。お互いバフまみれ。む？奪った先から凍土にバフがまたついたぞ。ほえ。クリティカルでなくて沈められなかったか。よくあります。ふい。長い試合だったなぁ。おお、報酬あるのはいいですね。うお。おわ？すごい数の石像ですね。こんなにあるとさすがに時間かかってしょうがないな。上にもあるんですけど。うん、これは骨太。ワーククリスタルがあるので行き来は楽ですね。で、この箱は全員倒すと開けることができるってやつか。なんか人以外の石像もありますよ。気が向いたらやってくかね。ちょっとトレビサンさんのところに戻ると、チャンピオンモンスターの情報を提供してたぜ。さっきのはベルトラーグでしたけど、今度のは行ってないエリアだな。水中洞窟の先ですか。あそこらは細い道があったくらいだけど、まだ通れるようなアビリティはないんですよね。で、伝説のキーパーを何人か倒して、上側の石像に話しかけると、マグマ坑道の鍵を入手したぜ。まさかの話しかけるだけで入手でしたね。というかなんだよ相手の編成。キリンさんが好きです。最後はペストエッグとかいうモンスターがいたぞ。かわいい感じでしたよね。出てきて早々にアルティメットか。毒系の全体ですかね。ペスト石が持ちっぽいので、毒やらのスキルありそうですね。やれやれ。報酬はシフトストーンか。それにしてもマグマ坑道の鍵ですか。確か扉があったな。こんなタイミングでとは思ってなかったですけどね。確かそこの下だな。あ、ここですか。ワンちゃん。うお。賢いワンちゃん。人を理解するのは賢いと通り越してるんだよな。喋る犬だと。水丸も喋るじゃないですか。ふむふむ。主人とはぐれたか。どこにいるかわかるか。曲を奏でるのが好きときたか。金融詩人か何かですかね。おや、子犬の魂か。すでに亡くなっていたんだな。そうか、彼はすでに実体を持たなかったか。近
かし、悩みの解決には乗ってやろう。ですね。そういや、ここに犬を連れた石像とかあったよな。モジーが探しているご主人も石像かもというわけですね。ここの並びかな。まさかのエレキナイト三色。全く関係なさそうだ。ビクトリー。特に何もなさそうだな。石像ではないんですかねー。こっちは犬じゃなくて狼か。ワンちゃんはひとまず置いておいて。以前からちょいちょい見かけていたブロブ像だが、マグマ坑道の奥にはこんな場所がありますね。ブロブについて研究？ああ、ブランジーさんか。ずいぶん前に会って以来だな。犬？失礼な、私はスペクトラルウルフで王冠。はいはい、行きますよ。てなわけでブランジーさんのところにやってきた。お久しぶりです。おお。さすがブラン、その通りだ。何か知ってないか？ふむ？謎の石像なのか。あ、おじいさんの家の秘密なんですね。なら勝負して私たちが勝ったら教えてくれ。マジで好戦的だよな。え、あ、はい。というわけで、ブランの最強パーティー、ブロブばっかりだな。なんか後ろに虹色ブロブってのがいましたけど。まだブロブシリーズに新顔いるのか。開始で回復とバリアが。ブロブタイプだから状態異常も多そうだが、果たして。とりあえずはいつもと同じようにやってみます。こいつが虹色ブロブか。すごい色の変化ですね。攻撃は4属性っぽいけど、入手してから見てみるしかないな。さすがに一度の戦闘でそんなにばらけて攻撃しないですもんね。そもそも一度攻撃してきたくらいだったという。ビクトリー。えへへ。チャンピオンはかなり倒したよな。もうドラグーンになりました。お？ブロブの鍵と。ブロブの城前、今まで見てきた石像って。あれ城前だったんだな。ここまでの冒険で3つの石像を見たからな、各地を巡るとしようか。あい。てなわけで一つ目。ここも結構前でしたねー。さて、カチッとな。ふむ、こちらの石像は変化しないんですね。時間を空けるとどこを開けたかわからなくなりそうだな。なのでどんどん次行きましょう。今度は太陽宮殿。場所はこちら。よし、これで残り一つ。最後は割と最近見かけた神秘の作業場ですね。
カチャリット。これで左側が行けるようにでもなんのかね。なんか意味深な壁ありましたもんね。そんなわけで次回はそこに行くぜ。新たな冒険。まあ、次回で一応最終回というか一旦終了ですけどね。クリア後は君自身で楽しんでくれスタイル。といったところで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。それではまた。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録、高評価をいただけるとモチベージにつながります。